こんにちは、マサです。今日は国民のほとんどは情報弱者っていうテーマです。ミノモンタがトマトがいいって言うとスーパーからトマトが消えて、そして大阪の知事がうがい薬はコロナに効くって言うと薬局からうがい薬が消えると、こういう層を情報弱者、ミノモンタ層って言うんです。私はテレビを見ないんで、ミノモンタさんが今現在何をやってるのか知らないですけど、お元気ですかね。この情報弱者、ミノモンタ層にはどのような特徴があるかというと、一つ目は、努力をしないで楽をしようとするんです。1日10分やるだけで稼げますよとか、これを飲むだけで痩せますよとか、このようなコピーにすぐ騙されちゃうんです。情報弱者はこういう性質を持ってるんで、簡単にマスコミによる煽りの餌食になっちゃうんです。マスコミがコロナに1000人感染しましたって言えばビビっちゃって、じゃあ実際何人死んでるんですか？そして何人重症化してるんですか？こういう数字を全く見ていないんです。っていうか知らないんです。というか調べようとしないんです。もっと言うと、PCR 検査で陽性になっても、感染していない人も多いんですよ。これも知らないんです。先日、朝の8時半ぐらいに、友達から電話があって、何があったんかなと思って電話出たんですよ。そしたら、深刻そうな声で、実は俺、熱があったから、PCR の検査を受けてきたんだって言うんですよ。病院からは、もし陽性だったら電話をします。陰性だったら電話はしませんと言われたそうなんですけど、結局は電話がなかったんで陰性だったようなんです。でも本人はすごく不安そうなんですよ。もしかしたら検査の間違いで新コロかもしれないって言うんです。もちろんそういうケースもあるけど、ちょっと心配しすぎですよね。病んじゃってますよ。だから私は言ったんですよ。ほとんど亡くなっているのは70、80代だぞと。20代も亡くなっているけど、あの方は糖尿病だったんだよって言ったんです。マスコミはこういう安心させる情報を言っちゃうと稼げませんから絶対言いません。ですからその餌食になっちゃうのが情報弱者なんです。情報弱者は権威に弱いですから、知事がこう言った、医師がこう言ったって言うとすぐに信じてしまいます。本来は大阪知事がうがい薬は効くよって言った場合、調べるのが普通なんですけど、情報弱者は何も調べないで信じちゃうんです。その結果、うがい薬を買い占めたり、トイレットペーパーを買い占めたりするんです。こういう情報弱者に商品を売るのは非常に簡単です。実際に YouTube の広告を見てもわかるように、情報弱者を狙った構成になってます。1日10分だけで稼げます。自動で稼げます。簡単に稼げます。あなたは何にもする必要ありません。こういうコピーが並んでます。すべて嘘です。私は十何年投資をやってますけど、私が直接知っている詐欺師が堂々と投資の YouTube 広告に出てます。投資運用歴もすべて嘘です。情報弱者に本に載ってるぐらいの情報を40万とか50万で売ってます。実際は投資で儲かってるんではなくて、このような情報を売って儲かってるんです。本当の投資家はそんな情報なんて売りません。投資で稼げるからです。くれぐれも気をつけてください。では今回はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。